どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回はガイアックスの社員さんに一日密着をさせていただこうと思います。新卒社員の6割ぐらいが起業すると言われている結構珍しい会社なんですけども、今回はその一社員さんに一日密着をして、ガイアックスの起業理解であったりとか、こういう働き方をするんだっていうところをお伝えできたらなっていうふうに思っております。ということで今朝6時なんですけども、今から社員さんと合流して一日を密着させていただこうと思います。ということで行ってきます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。すごい、初めて来ました。うん、はい、だいぶ縮小しちゃったけど、一旦よくって、はい、水を持ってくるのをちょっと一緒にお手伝いして。はい、もちろんです。2階がリニューアル中なんだけど、はい、そのリニューアルの施工の人たちにちょっと水とか置いてくっていうのを朝やってるんです。あ、でも大丈夫かな。はい、エレベーターの方を押します。はい、エレベーター押します。ですよね。ありがとう。はい、毎朝その水を届けるっていうのもされてるんですか。会社に来るのが今半分くらいなんですよ、週の、うんうん、なんで来た時にお渡しするみたいな感じにしてます。おはようございます。工事中って感じがします。そうそう。ちなみにここはどういうスペースなんですか。ここはコワーキングスペースです。もともとコワーキングスペースだったんだけど、広いあのワンフロアになってて、うんうん、音が響くのは気になるっていう話になったから、個室みたいなのをたくさん作ってる状態です。1月末にはオープンできるかなというか、来週来週本当ですか。これできるんですか。すごいね、すごい腕の施工会社さんたちがいるから大丈夫だと思う。へえ。あっちの部屋もよかったら見ます。はい、めちゃくちゃ広いんですね。広い、ガイアックス広い。意外と広かった。すごい、美術館みたいですね。ね、こういう絵とか作りたい。僕らも借りようかな、ここ。お、ちょっと後でスペース紹介します。ありがとうございます。365日使えるってことですか。そうそうそう、めっちゃ最高じゃないですか。住めるじゃないですか。こっちがスタジオで、はい、アウトスペースだったんだけど、ここにコロナ禍で新しくできた新規事業の LCD の子たちが。おはようございます。プロダクトデザインっていうスライドになって。ちなみにここの施設はどういった目的であるんですか。ここはコロナになって、まあ、私たちがイベントスペースっていうのは全然販売ができないタイミングで、こんな会社さんがイベントをオンラインにする、ハイブリッド配信とかそういうことをするっていうところになって、それが結構事業として上がるんじゃないかっていうところで事業部を作っていただいた。ここで主にオンラインのイベントとかスタジオとしても使っていいっていうことですか。うん、外役社員さんなら誰でも使っていいんですか。そうです、社内でも利用ができます。社外も利用できたっけ。社外も今一応利用できた。お、マジっすか。すごい、初めて聞いた。本当最近だけです。みかんの品種を語れるようになってしまった。ちなみにお二人はどういったご関係なんですか。アパートの管理人みたいなもんですよ。管理者、入居していただいてる方。オフィスで会ったりとかもされるっていうことですね。いや、廊下ですれ違った。ああ。廊下ですれ違って、はい、いい意味があるよみたいな。めちゃフランクですね。こちらが6階ということで、ここは何のスペースなんですか。ここはイベントスペースで、はい、イベントがないときはあのみんな作業してる入居者の人たちがところになります。すごい広い、すごい広いですね。私も今席ないんで、はい、どこで働くかなと思って。あ、フリーアドレスなんですね。あ、そうそうそう、ここからパンここにしようかな。今日シュウさん来るよって言ったら、はい、ちょっと湧き上がって、はい、じゃあ出社しようって言ってた人が何人か。あ、本当ですか。ありがとうございます。新卒チームがありがたがってました。はい、本当ですか。あの、いつでも呼んでください。ありがとうございます。ちなみに若葉さんはガイアックス内でどういったお仕事をされてるんですか。ガイアックスの中 の, あのグリッド事業部っていうところでに所属していて、そのビル全体、そこのマネージングっていうのをしてます。
調整役みたいなことをされることが多いということですか。基本的には調整っていうところと、このビル自体にイベントスペースと入居者さんがいるシェアオフィスとかコワーキングスペースっていうのがあるんで、その入居者さんたちの要望とかそういうのをヒアリングしてもっといいところにしていこうみたいなところをやってます。ガイアクスやグリッドの人は使えるようにしてくれるっていう、はい、最高じゃないですか。イエーイ。え、今の方は入居者さんだからたまに会ったりするっていうことなんですか。入居の手続きとかをした方々なので、はい、スタートアップでこれから頑張りたいっていうのでいろんな方とつながりたいっていうふうにおっしゃってて、で会う時にあこの人もどうぞこの人もどうぞってやってたらだんだん仲良くなってきた、はい、みんなだから同じような課題を抱えてて、財務のところどうするとかバックオフィスどうするとかの話で、そういうのも入居者さんに紹介したりもしてますね。人とか情報が集まるっていうのはなんかこれから始めようっていう人にはめちゃくちゃいい会社ですね。はい、あで1点だけあの取材が入ってるって前話したやつが今回してくれたりするんですいません、はい、アドレスの相良さんです。あ、普段若葉さんってどういった方ですかね。めちゃムードメーカーだし、うん、若葉さんがいるといないのイベント全然違います。シェアビルの相良さん、はい、ありがとうございますここで、はい、フォローするんで、はいはい、すいません失礼します。若葉さん会議お疲れ様です。次は何されるんですか。今日来てくれてる方々がいらっしゃるんで、うんうん、と一緒にランチに行こうかなと思います。よろしくお願いしますどこ向かうんですかランチは。隣のランチを今日は行こうかなと思ってます、はい、どういったご関係者なんですか。ガイアクスの契約社員でインターンで、ガイアクスのお住まいで自家製の本産業から作ったグリッドに来て働いてて声かけてご飯食べようっていう感じで集まっただけで、めちゃくちゃ豪華ですよねこのお店というか。いつもはガイアクスグリッドの中でお弁当とかで食べてるんですけど、今日はね遠藤さんのチョイスでこんなおしゃれな店を契約させてもらいました。ありがとうございます。すごいですねこれ。やっぱ若葉さんの行きつけのお店は全然違いますね美味しかったですね。美味しかったです。午後も頑張りましょう。午後は何をされるんですか。午後は、まあ、普通に作業の仕事をやったりとか、あとコーチングやろうかなと思ってて社内授業であるコーチング今受けてるんで、はい、それ受けようと思ってます。お、はい、楽しみです。お疲れ様です。若葉さんは副業もされているっていう話を聞いたんですけど、ガイアックス以外でのお仕事もされてるんですか。はい、してます。どういうことをされてるんですか。月額4万円で全国住み放題っていうアドレスっていうサービスがあるんですけど、はい、そこのイベント企画の担当とインサイドセールスっていうのをやっていたりとか、これはずっとやってるわけじゃないんですけど、日本 CTO 協会っていって CTO の人たちのノウハウ共有のコミュニティがあるんですけど、このイベントの企画とか担当してます。あ、そうなんですね。ちなみにガイアックスは副業 OK なんですか。もう推奨してるぐらい。推奨してるんですか、うん、だからいつの間にかみんないなくなって新しい会社作ってみたいなこともしています。例えば9時から5時の間の勤務時間中に副業することとかも OK なんですか。勤務時間っていう概念があんまないかもしれないです。あ、そうなんですね、うん、アドレスにとって最適っていう風になるんだったらその時間はアドレスをするし、その他の時間でグリッドの方をやった方がいいってなったら、例えば夜とかに出てもやるし、結構柔軟に。じゃあ副業を例えば平日の昼間にやっても特に何も言われないっていう感じなんですねそうそうそう、今まさに今日もやる予定です。あ、そうなんですね、うん、あ、じゃあこちらが地下ということで。地下です。こちらもなんかおしゃれな雰囲気がめちゃくちゃあるんですけど、ここはどこなんですか。ここは、グリッドの地下1階でイベントスペースではあるんですけど、イベントがないときは作業スペースとして入居者の方が使っていただけるようなスペースになってます。じゃあ今からここでもう一件打ち合わせがあるっていう感じですかね。そうですね。頑張ってください。自分の中で、あ、こういう性格なんだっていうのは思ったんだけど、今日の1時間のそのコーチングで、うん、受ける前と受けた後って結構変わりました。漠然とモヤモヤしてたものがちょっと客観的に見えるみたいなところはあります。いいですね。そういうのが会員の方は無料で受けられるっていう。会社が半分負担をしていて、うん、半額は自分で負担してもらってるって感じ。なるほど。少し優遇された状態で気軽に受けられるっていう制度があるっていうことですね。おー、ありがとうございます。
今回一日密着させていただいて、なんか人望熱いなって思うシーンが結構あったんですけど、若葉さんが働く上で大切にしていることとかってありますか？私の仕事はやっぱり人と関わって、その人たちのおかげでできている仕事だと思ってるので、本当に毎日感謝ですし、それを忘れないっていうところと、あと伝えるってこともしているっていうのが、まあ、今大切にしていることですかね。取材させていただいたんですけども、改めて若葉さんなりのガイダックスさんの魅力を教えていただいてもよろしいでしょうか？いろんな事業やってて、いろんなことやってるみたいなところとかは確かに魅力なんだけど、私の中での魅力はやっぱり自分を大切にして元気に働いてる人が多いっていうところが一番魅力かなと思ってます。就活生になんかメッセージというか応援コメント的なものがあったらいただきたいなっていうふうに思ってます。私も含めてガイアックスの人たちみんな結構紆余曲折して働いてると思ってます。今このタイミングで就職しなきゃとか、今頑張んなきゃみたいな感じで無理をしてするのも大切だと思うんだけど、曲がっても道はあるっていうところはあったりするので、その時の気持ちとかやりたいこととか、そういうことを大切にしてこう一歩一歩進んでもらえればなと思ってます。ありがとうございますということで、本日は朝早くから密着させていただいてありがとうございました。仕事もフルリモートかつそのフルフレキシブルだから、来たい時オフィス来て帰りたい時に帰れるっていう感じなんですよね。そうですね、基本ちょっと作業してから帰ります。あ、わかりました。散々邪魔したんですけど、邪魔しないように失礼します。本日はありがとうございました。失礼します。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。